皆さんこんにちは。今回のブレーキキャリパーのトラブルはここでした。旗振り君の頭上の部分、キャリパーを止めているトルクスのボルトが緩んで抜け落ちそうになってしまっていたんです。イオンはブレーキを踏んだ時にシャカシャカシャカっていう感じの音でした。正常な状態の反対側のキャリパーを見てください。こちら側はボルトの頭が飛び出ていませんでした。おじさんはこれでただごとではないということに気づき、レッカーを手配しました。この流れは以前の動画をご覧の方々はご存知だとは思います。現在は修理も完了してケーマン君も無事に帰宅していますが、今回のブレーキキャリパーの整備の詳細を販売店の方が動画にして送ってくれたので、今回はその動画をお送りいたします。これがブレーキキャリパーを止めている2本のボルトです。こんなに長いボルトがあれだけ飛び出てきたということは、かなり前から時間をかけて緩んできていたと思います。今回はボルトが出てきたのは右リア1箇所でしたが、心配なので全てのキャリパーのボルトを点検してもらい、こうしてロック材を塗布して規定トルクで締めてもらいました。通常はサーキットでも走らない車のキャリパーのボルトにロック材をつけて締めるのはおすすめではないようですが、まだ長生きしたいおじさんはこのくらいしておかないと心配なので、この方法でお願いしました。作業が完了した後で気がつきましたが、リアのディスクローターが減っているので、予算ができる1ヶ月後くらいに交換しようと思っていたところでした。ロック材をつけて締め上げすると、後でキャリパーを外すときに大変そうだなと思いましたが、後の祭りですね。こうしてロック材を塗布したボルトを規定トルクで締めてもらいました。今回問題がなかった他の箇所のキャリパーも全て同じように作業してもらって、現在は安心してケーマン君でぶっ飛ばしています。前回からの動画をご覧になって何人かの視聴者さんもご自分のブレーキキャリパーが気になって近いうちに点検するという方々がお見えになりました。今回のおじさんの経験を動画にして、大きなトラブルが未然に防げればお役に立てて嬉しいです。これからも些細なトラブルなどがありましたら動画にして投稿していきますので、今後ともよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、またね。